日本は過大評価された過去の国。学べることは何もない。中国人は日本の本質を理解していない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。世界を代表する経済大国といえばアメリカはもちろん、中国やドイツなどを思い浮かべる人が多いと思いますが、最近では東南アジア諸国の経済発展も目覚ましいですよね。最新2023年の国内総生産 GDP の世界ランキングを見てみると、1位がアメリカ、2位が中国、3位が日本、4位がドイツ、5位がインドとなっています。ただし GDP の値は国民の数が多いほど高く出がちなので、国民1人当たりの GDP や経済成長率など他のデータも見ていくと、必ずしも日本が安泰とは言えませんが、国の経済規模という点では日本は世界3位の経済大国であるということが言えるでしょう。今回ご紹介するのは、経済成長率が高く年々目覚ましい発展を遂げているインドにまつわるエピソード。主人公であるインド人男性はあるきっかけで日本を訪れることになりますが、そこで人生を変える経験をしたといいます。彼の人生を変えた出来事とは一体何だったのでしょうか。経営者を目指すインド人が日本に行った結果。僕はインド人のイシャン。今はインドで輸入食品を扱う会社を経営しているんだ。経営に大切な要素はたくさんあるんだけど、実は僕はそのうちの最も大切な要素を日本で学んだんだ。今日はそんな経営者の原点について話そうと思うよ。まず、僕が経営者を目指すきっかけを与えてくれたのが僕の父。父もビジネスが大好きで、僕が幼い頃から飲食店や賃貸住宅などを手広く経営していたんだ。だから僕も父の背中を見て自然と経営の道に進んでいくことになったんだ。一流の経営者になるためにはインド国内だけじゃなくて海外へ学びに行くことも必要だ。当時大学で経営について学んでいた僕は、より学びを深めるために中国へ留学しようと考えていた。中国といえば今やアメリカに次ぐ経済大国。当時の中国の経済成長は目覚ましく、経営者を目指すインド人学生たちの憧れの地だったんだ。経営者を志すならまずは中国を知るべしと友達も言っていたっけ。僕は意気揚々と中国に行きたいことを父に伝えた。すると父からは意外な答えが返ってきたんだ。一流の経営者を目指すならまずは日本に行きなさいってね。よくよく話を聞いてみると、父は若い頃に日本へ出稼ぎに行ったことがあって、そこで倉庫の積み込み作業や自動車の部品工場、食品工場などでいろいろな仕事を経験していく中で、経営者としての心構えや仕事に対する姿勢を学んだという。その後インドに帰国し、小さな町の商店から始めて最終的に様々な事業を手掛ける経営者の地位まで上り詰めたんだって。そんな偉大な父が言うことなのだから、きっとそれなりの根拠があるんだろうけど、父の時代と僕の時代では世界の状況は大きく変わっている。数十年前の経験に基づいたアドバイスなんて正直役に立たないだろう。さらにその夜、なんとなくネットサーフィンをしていたところ、あるネット掲示板の中で中国人ユーザーがこんな発言をしているのを見つけたよ。この間日本へ仕事で行ってきたけど、日本は大した国ではなかったね。日本は世界から過大評価された過去の国。みんなが思い描いている日本の姿は幻想でしかない。それにしても日本人はほんと真面目というか、バカ正直というか、あれじゃビジネスの世界じゃ生き残っていけないね。反対に俺たち中国人はしたたかで商売上手だからな。ビジネスの世界で中国人が日本人に学ぶことはもはや何もないね。掲示板にはこう書かれていて、他の中国人ネットユーザーから賛同のコメントがいくつも来ていた。間違いない。
僕が学びに行くべき国は現代のビジネスをリードしている中国だ。やっぱり父の発言は時代遅れだったんだな。僕はこの中国人の発言を父に伝え、僕の中国行きを認めてもらえるように説得した。残念ながらお父さんの時とは時代が違うんだ。日本が世界経済をリードしていたのはもう随分昔のことで、今は中国が時代の最先端を行っているんだよとね。でも父は、お前は日本のことを全然知らないくせにと折れてくれない。父の態度に僕もさらにヒートアップしてしまい、お父さんは過去の栄光に酔いしれているだけじゃないか、現実を見ろよと言ってしまった。すると父はこれ以上何も言い返さず、怒ってリビングを後にしていったよ。その日以来、父と僕は口を聞かない日々が続いた。食事をする時の会話もなし、父は部屋にこもってじっとしていたよ。さすがに言い過ぎたかもしれない。僕は数日後、父の部屋に行ってこの間のことを謝ったよ。お父さん、この間はごめんなさい。反省しているよ。僕がそう言うと、父は落ち着いた様子でこう話し始めた。確かにお前の気持ちもわからなくはないさ。現に中国は世界経済において大きな影響力を持っているのだから。ただそんな中国の現状とお前が立派な経営者になることとは話が別なんだ。お前は中国人によるネット掲示板の書き込みを鵜呑みにして僕に話してくれたが、どこの誰かもわからない人の情報に惑わされているようでは、経営者としてまだまだだな。今の状態で事業を始めたら、たちまち騙されて借金を背負うことになるだろう。自分の将来に関わる大切なことを決めるときは、見ず知らずの人の意見を参考にするべきではないんだ。僕の考えは浅はかだった。周りの雰囲気に流されて、物事を冷静に判断できていないことを父は見抜いていたんだよ。落ち込む僕に、父は話を続けた。日本は時代遅れかと思うか？残念ながらそれは間違いだ。私の周りのビジネスの成功者の中で、日本のことを悪く言う人間は一人もいない。インド人もアメリカ人も中国人も、成功者は皆日本人のことを尊敬しているんだ。どうしてかって？それは日本人の仕事に対する姿勢にビジネスの本質が詰まっているからだ。ビジネスの本質って何？僕は気になって父にそう尋ねてみたが、父は答えを教えようとはしない。それがわからなければ、残念ながら経営者には向いていないよ。父はこう言って部屋のドアを閉めた。久しぶりに父と話して少しすっきりしたものの、今度はビジネスの本質とは何かという難題に直面した僕。大学のテキストや経営に関する本を読んだり、ネットで調べてみたり、いろいろ努力してみたけれど、はっきりとした答えは分からずじまいだったよ。煮詰まった僕は、父の言う通り日本に行ってみて答えを探そうかと思い至った。急いで航空券やホテルを手配し、10日間の日程で日本へ行くことに。これは単なる観光じゃない、僕の経営者としての将来がかかった大切な旅なんだ。日本を訪れて1週間以上、僕はビジネスの本質の答えを探すべく東京中をあちこち歩き回ったよ。百貨店やショッピングモール、レストランやカフェ、服屋、本屋、雑貨屋、とにかくいろいろな場所に片っ端から足を運んだ。けれど、どれだけ探し回ってもこれだとピンとくるものは何も見つからなかったんだ。答えがわからないまま、時間だけが刻々と過ぎていく。僕の焦りはピークに達していた。日本滞在最終日、翌日の朝にはインド行きの飛行機に乗らないといけないのに、僕は昼食も取らずに東京の街をさまよい続けていた。もう体力も気力も尽きようとしていたよ。日が傾き、辺りが薄暗くなってきた頃、僕はホテル近くのレストランに入った。そこはベジタリアン向けのメニューがあるレストラン。日本にはベジタリアン向けのお店が少なかったから、肉嫌いの僕にとってそのレストランはとてもありがたい存在だった。ここ1週間以上、僕はそのレストランに頻繁に通っていたんだよ。
それにこのお店は日本人の中年夫婦が2人で切り盛りしていて、こじんまりとした雰囲気も気に入っていた。その日は閉店間際で他にお客さんもいなかったけれど、2人は嫌な顔一つせず、いつも通りの笑顔で僕を店に通してくれた。僕はソイミート定食を注文し、料理を待っている間、日本への旅について考えを巡らせた。確かに日本は魅力ある国だと思う。街は綺麗で便利で快適、それに人も優しいし礼儀正しい。インドとの大きな違いに驚かされるばかりだったよ。けれど、それらが本当に父の言うビジネスの本質なんだろうか。いまいちしっくりこないんだ。ほどなくして運ばれてきた定食。ん?メニュー表とは違う汁物がついている。これはどういうことだ?もしかして閉店間際だから、いつもの汁物が売り切れてしまったのかな?気を取り直してその汁物を口に運ぶ。これは、ダールだ!ダールとは、レンズ豆などの豆と香辛料を使ったインドの家庭料理で、日本でいう味噌汁のような存在だ。香辛料のいい香りに遠い故郷の懐かしさを感じたよ。程よい香りと深みがあるそのスープが疲れた体に染み渡り、ぐんぐん元気が湧いてきた。僕はあっという間にそのスープを飲み干してしまったよ。他の料理もすぐに平らげ、席を立ち、お金を払うために入り口のレジへと向かった。ありがとう。日本に来てダールを食べたのは初めてだ。本当に美味しかったよ。僕の口からは自然とこんな言葉が出てきたよ。すると、オーナーの男性からはこんな言葉が返ってきた。お口に合ったようでよかったです。実は今日あなたに食べてもらいたくて、特別にあのスープを作ったんですよ。来るたびに毎回同じスープが出てきたら飽きてしまうじゃないですか。ダールを作るのは久しぶりでちょっと手間取ってしまいましたが、作った甲斐がありました。ありがとうございました。おそらく店主は僕のことをインド人だと分かってインド料理のダールを作ってくれたのだろう。店のメニューだから出したのではなく、僕にこのスープを味わってほしい、喜んでほしいと思いながら作ってくれた彼の心が僕にはとても嬉しかったよ。ダールは豆をじっくり煮込んで丁寧に作るスープだ。彼が僕のために時間をかけてダールを作ってくれたのかと思うと、僕の目から自然と涙が溢れてきたよ。そして僕は確信したんだ。もしかしたらこれがビジネスの本質なんじゃないかって。ビジネスの本質、それはお客さんの喜びや幸せのために心を尽くし精神を尽くすことだったんだ。相手が大勢でもたった一人の人間だとしてもそれは変わらない。それに、たった一人の人間を幸せにできない人間が、どうやって大勢の人たちを幸せにすることができるというんだろう。一見、小さなことのように思える努力や優しさでも、確実に相手の幸せにつながっているんだ。僕は明日、インドに帰るんです。あなたたちとの出会いや、このお店のことは一生忘れません。素敵な思い出をありがとうございました。僕はそう言って、胸の前で手を合わせた。また日本に来ることがあれば、ぜひ遊びに来てくださいね。彼らはそう言って同じく手を合わせ、僕を店の外まで見送ってくれたんだ。僕はすっきりと晴れやかな気持ちで日本を後にすることができたよ。帰国後、僕は父親にレストランでの経験と、その出来事から僕が学んだビジネスの本質について説明した。黙って僕の話を聞いていた父は、いい経験をしたな。お前はきっと一人前になれるぞ。と笑顔で答えた。その日の夕食には僕の好物ばかりが並び、その日僕は初めて父と酒を飲み交わした。あの夕食には父の僕に対する祝福やエールが詰まっていたのかもしれない。その後、僕は大学を卒業し、今は経営者として日々働いている。もちろん大変なことや悔しいこと、失敗したこともたくさんあるさ。でもそんな時に僕が思い出すのは、日本の小さなレストランで食べたダールの味、そしてあの夜父が見せてくれた笑顔なんだ。これからも
お客さんの喜びや幸せのために尽くすことを忘れずに頑張っていこうと思うよ。海外の反応。昔日本を旅行したことがあるんだけれど、お店でお土産を買ったら綺麗にラッピングしてくれたんだ。それだけでもすごく嬉しかったのに、さらにそのラッピングが汚れないように白いカバーで包んでくれた。自分の国ではありえないサービスだよ。先日地元のスーパーの店員にこの商品あるって聞いたら、ないねって即答された。でも自分で5分くらい探したら見つかったよ。日本の店員とは対応が大違いだ。渋谷のタワーレコードに行った時、私の欲しい CD を探すために店中を探し回ってくれた店員さん、あの時はありがとう。僕一人のためにそこまで尽くしてくれる店員さんは僕の国にはいないよ。アメリカではチップを払ってもやってくれないようなことを日本人はやってくれる。チップなしで素晴らしいサービスが自然とできるのがすごいよね。昔日本に旅行に行った時、利用した施設の立地や値段関係なく、どこでも心地よく過ごせたよ。温かいサービスは人を幸せにするよね。また日本に行きたいな。まとめ。お店やレストラン、公共交通機関など日本のあちこちに見られるおもてなし精神。このような期待以上のサービスには外国人観光客も非常に驚くところで、日本にまた来たいと思わせる理由の一つとなっているようですね。ちなみに外国人観光客のおもてなし体験エピソードは他にもあります。服を買った時、店員さんが出口まで袋を持ってくれた。バスではみんなが座ってから発車する。カフェの店員が明るくて愛想がいいなど、日本人にとっては当たり前のことですが、海外の人たちにとっては非常に感動するようなことも多いようです。最近では一部で過剰なおもてなしが問題視されており、もちろん必要以上にサービスをしすぎる必要はないでしょう。しかし心のこもったおもてなしは国籍問わず相手の心を温かくする素敵なものですよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。